抖音帅哥的比较，所以就拜托哈子酱帮我找了现在日本抖音上他们流行的帅哥脸，就是比较人气的抖音帅哥，然后我也找了就是现在中国比较有名的抖音帅哥，然后来对比一下中日两国的抖音帅哥。哈子酱，哎，TikTok요그야는全くやったことない。ああ、今日初めて。今日初めて。あの中国の TikTok って子供からお年寄り。あのみんなやってる感じで、お年寄りまで、そうそうそう、84歳のおばあちゃん、84歳、おじいちゃんもやってる、そう、見てる人も幅広い、うん、年齢層が、で日本は、日本は私ぐらいの年、20代後半とか、うん、あんまり見てないかも、あ、高校生と中学生、あとは小学生とか、10代、うん、あ、そうか。大家如果看到心动或者不心动的话，都可以走起你们的。评论弹幕，评论弹幕走起。现在首先看中国的抖音帅哥，看一下我们的哈子酱会不会心动？心动，心动しちゃう？心动しちゃいそうだな。大丈夫かな？给 ，go。あ、韓国っぽい。うん、うん、うん。この人い。有名ですよ。なんか1000万人ぐらいのフォロワーがいて、そうなの。面白いキャラやってる。確かにスプレー。そうそうそう。でも自分が一見面と思わない。自分のことは。ああ、思ってないんだ。そうそう。だから面白い。いい。確かに。でもあの、あんまり好きな顔じゃないかも。现在请张开你的嘴巴，再闭上，然后嘴角微微上扬，再露出你的牙齿。嘿、hey, 我想对你说的是你笑起来真好看。嗯，宋威龙你似てる。嗯，似てる。嗯，かっこいい。かっこいい。嗯，濃いめの。かっこいい。あ、あ、色？うん、あ、かっこいいけどちょっと髪型とか。あ、なんか山ピー似てない？え、もう一回見たい。ああ言われてみればいい。かっこいいけどタイプではない。ハツちゃんのタイプどうなの？タイプはなんか男らしくて鼻と目がくっきりしてる人。ああ、うん、なんかさっきの人とかすごい綺麗だった。うんうんうん、濃いめの人。でもそれが綺麗なんだけど爽やかな人がいる。あああとバスケもやってる人。腕がね。理想高いね。バレた？バレた？あ、こういうね、爽やかな顔。うん。うん。この人いい。うん。これ。これ先生。わあ。98年生まれ。え？私より若い。どう？この顔、こういう顔。かっこいいけどタイプではない。やばい。中国人みんな多いね。いや、日本人も多いね。いやいやいや。まあ、中国人多いけど。人口がね。人口多いか。確かに。侧颜比正颜好看是什么体验？あ、かっこいい。でも好き。顔めっちゃやばいな。もう一回。これはかっこいいわ。うん。うん。侧颜比正颜好看是什么体验？あ、これはかっこいいわ。これ TikTok で有名。うん。天天。天天。うん。2000年生まれかな。え、年下？私も、あれ、私も、私の弟と同じぐらいの人。江津的晚风快吹干整条小巷，南京的灯光无法再将我们点亮。唐金贵人，嗯，对，あんま
韓国人っぽい顔私はタイプではない。あ、そうなんそう。中国で長腿欧巴。韓国語の欧巴。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 
아니네. 가와이네. 弟に 欲しいかも。ああ、弟。まあ結構有名なTikTokイケメン。髪色がすごくいい。ああ、青っぽい感じ。青っぽい。あ、そっか。ちょっと緑っぽい。ああ、私はね、こういう人はあんまり。髪の髪型見ないでしょ。髪型見てるでしょ。顔だけ見てよ。顔だけ見てて。顔だけね。うん。<笑> あの前髪がある世に想像する。難しいよ。男はかっこいいけど、なんかこのなんか昭和時代みたいな。昭和時代。ああ、なんか昔の人。そっかそっか。今の時代の組み手はない。そうそう、なんかちょっと形がね、ちょっと太すぎる。そっかそっか。厳しいね。好き。 私も好き。甘すぎず、なんかでも濃すぎず、めっちゃちょうどいい。ああ、やっぱね、かっこいい。一番好きな、ああ、ちょっと待って、捨てがたい。ええ、これもいいな。じゃ、これか。 哦，可以呢。呀，でもちょっと待って、私こっちの方が好きかもしれない。哦，かっこいい。この顔は、その人の眉毛。見習ってほしい。見習ってほしい。那我们现在来看一看日本的帅哥有没有符合我们中国女生的审美啊 ？Let's go。就もう一回。Let's go。 ああ、かっこいい。かっこいい。なんか、韓国っぽい。あ、そうそうそう。なんかちょっと中性的な感じね。最近流行りのアニメで。ああ、そうだね。足長いし。アイドルみたい。足長い。お？大学生っぽいだね。そう、韓国学生だって。 看護師。看護師。ああ、男の。そう。男の。そっかそっか。うん、かっこいい。もう一回見とく？うん、もう一回見とく。え、かっこよくない？うんうん。笑顔が素敵。うん、笑顔はね、可愛いけ。可愛い。でも私の好みではない。私の好みではない。 そう。次、次行きます。下一個。下一個。どう？映画館？わかんない。女子トイレについてきた感想は。なんか一般人っぽい感じ。携帯見てたらそれ。有名なの？これだけバズってたって感じかもしれない。なんか彼女が。 イケメン彼氏っていうタグでつけてやってる。ああ、わかりづらくてごめん。めっちゃかっこいい。かっこいい。そうですかね。有名な人。これ好き。うん。おお。もう一回とく。リュウト。リュウト。リュウト。ああ、かっこいい。目はね、うん。可愛い感じ。ねえ、いいよね。 かっこいいと思う。うん、かっこいい。若いよね、みんな。細い。顔ちっちゃい。可愛い系だね。どんな？うんうん。まちょっと男っぽい。男っぽい方がいいよね。わかる。
次行きます。下一個。いや、今中国も流行ってるこれ。あ、そうなの、これなの。うん、エクボ。エクボ。ああ、あの女性はこの辺に写真撮るの。へえ、くっついて。え、そうなんだ。いや、やばいね。やばい。え、しかもこの感じ綺麗じゃない。うんうんうん。この感じと横顔がもうめっちゃ。 好漂亮。好漂亮。下一个。下一个。哎，かっこいい。下一个。この目。私のオダタイ。オダタイ。タイプ。私のオダタイ。ニダタイ。うん。音出ない？音これね、著作権で出なかったの。ああ。ええ、かっこいい。かっこいい。この人は。 結構有名。なんか日本のアベマTVってわかる？ああ、アベマでなんか狼ちゃん、狼くんっていうなんか番組、結構日本で有名な番組があって、高校生とかに人気なんだけど、それに出てた。あ、そうなの。うん、そうそうそう。で有名なんだ。かっこいいね。かっこいいよね。うん。この人タイプ。私のタイプ。私のタイプ。なんかこういう人がいたらめちゃくちゃ。 中国と日本語直播の可愛い子動画をやるんですよ。そう、やろうと思うので、ぜひ、評論弾幕、走起、走起。じゃあ、那我们今天视频到这里结束，那我们下一个视频再见。再见。那就再见。